林原チャンネルのメールマガジン始まりました。馬淵大使は第4週目に登場。その人生観、世界観についてたっぷり語っていただきました。ぜひご登録ください。皆さんこんにちは、実は今年、そういう意味では初めての一人語りですね。今までは2回、篠原丈一郎さんと共に、二人語りをやってまいりまして、割とロシアあるいはウクライナについてのあるいは共産主義、思想といいますか、あるいは日本共産党の実態といいますかね、それも含めて、二人で、対談をして、皆様にも視聴者の皆様にも、新たな視点といいますか、そういう今後いろいろ共産主義運動についてお考えになる上での新たな視点というものを与えられたんじゃないかと自負しておりますが、今日からはまた元の一人語りに戻って、皆様にお話を申し上げたいと、そういうふうに思っております。ちなみに今日は3月の23日ですね。で、もう、昨今、もう毎日ですね。これは、地上波、あるいは新聞ももちろんですが、それから、いわゆるネットニュース、ネット番組を含めて、毎日コロナで明けてコロナで暮れると、そういう毎日だと思います。で、今日のお話も基本的にはコロナの問題を縦軸にして、お話、今の我が国あるいは世界の情勢で、にお話しして、それから後半ではですね、今後の見通しといいますか、がどうなるかということも含めて、少し違った視点からですね、この新型コロナウイルス問題といいますか、もう私はむしろ分かりやすいように武漢ウイルス問題と申し上げますが、中国ウイルスと言ってももちろんいいんですよ。武漢ウイルスと申し上げますので、それは新型コロナウイルスのことだというふうに、ご理解いただければと思います。で、3月22日ですね、昨日大相撲三月場所が無事終わりました。で、ご承知のように無観客試合だったわけですけれども、昨日千秋楽ですね、で、表彰式の前に協会挨拶というものがありまして、それを私はテレビで、それこそ NHK の中継で見ておりましたけれども、あの時の八角理事長の挨拶というものが非常に胸にくるものがありました。無事この15日間を終えたということのなってますか、安心感といいますかね、安心感以上のものがあったんだと思いますが、万感胸に迫るものがあったと拝察しております。八角理事長も言葉に詰まっておられましたですね。で、それを見て私も、なんか胸がいっぱいになったんですけれども、それは逆にどういうことかと言いますと、大相撲というのはやはり私たちにとって、日本人に国民にとって単なるスポーツではないと、単なる国技ではないということを改めて感じることができたんじゃないかという気がいたします。このコロナ騒動ですね、というような武漢ウイルス騒動の最中にあって、とにかくあのような形にしろですね、大相撲を挙行できたということは、我が国にとって非常に大きなメリットがあったというふうに思っております。それはなぜかというと、それは先ほど申し上げましたように、大相撲はスポーツではないということですね。スポーツの側面もありますけども、あれは神事、神事なわけですね。で、普段あの場所ですと、
私たちは気づかないんですが、中継されませんので気づかないんですけれども、最後にその場所を締めくくる最後にさまざまな行事が行われていたわけですね。で、昨日はその最後まで見ることができました。それは、その教会挨拶の後に、行われたんですけれども、その中で私が改めて、大相撲というものは神事だということを感じたのは、神送りの儀と儀式というのがあったわけですね。神様をお送りするということなんです。つまり大相撲の期間中15日間神様が来ておられたわけですね、この、土俵にね。まさに土俵の神様とよく言いますが、その神様のご覧になっている前で力士は相撲をしてたということなんですね。そのことを改めて感じることができました。で、神送りの儀式というのは、その大相撲をご覧になるその場所に来ておられた神様を、相撲の神様をお送りすると、相撲の神様がお帰りになるということですね。それをお送りするという儀式でした。そのお若い、あれは呼び出しじゃない、あれは行事のさんの方だと思いますが、神様の依代を持ちながら、持って、その若い行事の方を、力士、これもまた若いですね、力士ですね、次の場所から、序の口として相撲に参加する、そういう若い力士が、その胴上げするという儀式でした。これが神送りとの儀と言われるものだということで、私も初めて 見たわけなんですね。そうして、その胴上げして神様にお帰りいただいた、これをもって大相撲、15日の大相撲が名実ともに終了したということなんですね。で、そういうことが今回のような、異常な形で行われた大相撲の15日間でしたけれども、それが分かったということです。で、それはこの武漢ウイルス騒動の中があったからこそ、まあ、一般の国民の私たちに目に触れる形で、その大相撲の真髄というものをですね、それに気づくことができたんじゃないかというふうに思っております。で、改めて私は日本という国は神々に守られた国であると、あるいは神々と一緒に生活している国であるということを改めて認識したと、そういう大相撲今場所3月場所であったという気持ちを新たにいたしました。で、振り返れば9年前になりますが、東北東日本大震災の時、これは3月11日に起こりましたが、実はあの3月場所というのは中止になったんですね、当時。で、中止になったから起こったと、大震災が起こったという、その科学的な因果関係はないんですけども、別の理由で中止になったんですが、しかしあの時中止したということはやはり大きな出来事だったんじゃないかと、これは後になって振り返ればそういう思いをですね、今回の武漢ウイルス騒動の中で行われた春場所の状況を見ながら改めて思ったわけなんですね。ですから、やはり大相撲というものは決して中止してはいけないということだろうと思います。中止しますと、本来、いらっしゃる予定であった神々が来られなくなったということですね。9年前に中止になりました。で、それが何らかの影響をやっぱり与えたんだろうという気がしてならないわけです。ところがこういう発想というのは戦後の日本の教育では一切禁じられておりましたので、いわゆる唯物論的な発想しかないわけですね。だけども、今回のコロナという方が言いやすい面もありますが、一連のコロナ騒動を見てますと、やはり唯物論的な見方だけでは理解できない、全体像がつかめないということが改めて明らかになったという気がいたします。で、そこで、その私は、まあ、結論から申し上げますと、今回我が国の場合が、まあ、発祥地ですね、
はっきりと申し上げた発祥地は中国だと思いますが、中国でこれだけ近く、なおかつ中国人が多く未だに日本で生活していると、そういう状況にもかかわらず、これだけの世界の主要国では最も感染者が低いし、また致死率も低いわけですね、目立って低いわけなんですが、その状況をもたらしている一つの理由が、やはりこの目に見えない何かの力に守られているのではないかというふうに思わざるを得ないわけです。もちろん現場で、最前線で、その、ウイルス対策に当たっておられる医師の方は、それはそれは医学の、その現在の医学の技術を総動員して当たっておられるわけでありまして、それをどうこう言うわけではもちろんありませんし、むしろそういう医師の方の強い思いといいますか、その行動様式も含めて、私は大きな日本列島の神々の加護があったんではないか、あるんではないかという気すらしているわけですね。ですから決してその科学を否定したり、あるいは医療の重要性を否定したりするものではもちろんありません。日本の医療水準が高いからこそ、それから最前線の医師の方、看護師の方のレベルが高いからこそ、それは倫理観も含めて高いからこそ、今この段階で収まってるんじゃないかということを申し上げるのにやぶさかではありません。その通りで、今日我々がなんとかまだ、外出制限なしに、事実上あの大規模の集会等については制限がありますけれども、しかもそれも要請に過ぎないわけですね。欧米に見られるように命令ではないわけなんですが、このような段階で進んでいるのも、やはり何かの、目に見えない力が働いているんだと思わざるを得ない状況にあるというふうに思っております。でそこで、今回の武漢ウイルス騒動は、この医学的とかあるいは科学的な面を別にして、大きな歴史の流れといいますか、大きな世界的な秩序の問題として考えてみたときに、何が特徴的かということを少しまとめたいと思うんですが、一言で言えばこれはグローバリズムというものがもたらした負の要因といいますかね、負の状況だというふうに言えるんだと思います。人の自由な移動ですね、あるいは物の移動の自由な移動というものを良しとしてた、あるいはそれを積極的に推進してきたグローバリズムというものが明らかに大きな壁に突き当たったというか、もうこれはこの壁を越えることは無理だ、もう不可能になりつつあるなってきたと私は思っておりますけれども、一つの大きな壁にぶち当たったのが今回の、武漢ウイルス騒動であったというふうに、言えると思います。この水際対策ということが言われました。で私も当初は日本政府の水際対策が生ぬるいということを申し上げてきましたし、多くの識者の方がそのことを指摘されました。それはそれで私は的を射た批判であったと思っております。で、もう言うまでもなく、中国に忖度した結果がその初動の水際対策を遅らせたということですね。でもっと言えば、一応3月の5日に、中国からの中国に対し中国人の入国者に対する、まあ、今までのその、ビザの無効にしたとか、あるいはその中国人の入国に対しては2週間のなんていうか待機、それから公共機関を使わないとか、そういうことを要請するということになってましたが、それで、現在それじゃ具体的に、中国からあるいはその他の韓国も対象に入ってますけれども、そこから来訪者がこれで、亡くなったかというと決してそうではないわけですね。今日現在も中国韓国も細かい数字は私は知りませんけれども、実際入ってきておられるわけですね。その人たちが悪いというわけではありませんが、結局3月5日の水際対策といいますか、中国韓国からの入国制限というのも、
実は抜け穴だらけだというふうに言わざるを得ないわけです。さすがに自由に昔のように、それはインバウンドで大量の中国人なりが、あるいは韓国人は別の理由がありますけれども入ってくるということはなくなりましたけれども、依然として、我が国政府の水際対策というのは完璧ではないわけですね。で、ことほど最後にそれはなぜそうだったかということは今まで言われてまして、中国に対する忖度なんですが、もう少し具体的に言えば4月に予定されていた習近平国家主席の国賓訪日ですね、それのためにその大胆なって言いますか徹底的な水際対策が取れなかったということは、これはもう明らかになっていることであって、これは政府関係者もそうは言えなくても十分認識しているはずのことですね。それからそのために、まあ暗躍という言葉は厳しいかもしれませんが、実際暗躍されていたわけですが、自民党だけじゃないですね、公明党も含めてそういう政府与党の親中派の議員がやはり大きな圧力と言いますか安倍政権に与えてたということだと思いますし、私はそれと同等に、あるいはそれ以上に問題だったのは、やはり日本の経済界の媚中的態度だと思います。もう経済界の場合は親中を通り越してますね、媚中なんです。媚中ということはもう中国と親中すると言わんばかりの心境ですね。だからどうしてこの日本の経済界がそこまで中国にのめり込んだのかということは、これから検証、本当に検証されなければなりませんし、これからまあ後半でも申し上げたいと思いますが、もう世界の秩序は必ずって言いますか明らかにこれから変化していきます。その時に今までのようなその行動様式ですね、経済、特に経済界、まあ政治もそうですけれども、経済界の行動様式では全く歯が立たなくなる、全くその新しい秩序についていけなくなるというふうになると私は確信しておりますが、そういう世界の、まあ、経済も含めた秩序の 変革に対して、どれほど今経済界の方々、経営トップの方々が気づいておられるかどうかということには、私は非常に、悲観的にならざるを得ない、そんな気持ちでおります。まあ、それはともかくグローバリズムの弊害が今現れてきたということですね。それはEU の状況を見ていればわかるわけです。イギリスは今回の状況を もちろん期していたわけではないんでしょうが、直前にって言いますかね、このウイルス化に襲われる直前に EU から脱退いたしましたね。これもまた絶妙のタイミングだったと思います。イギリスにももちろん中国の方たくさんおりますし、中国とのイギリス の関係も経済を含めて決してその、薄いものではありませんけれども、しかしヨーロッパの状況を見れば、中国と最も深いって言いますか、一帯一路を最初に参加を表明した、参加を表明したところでない、参加を実現してした、イタリアンが一番ひどい、その感染状況にあるということですね。これはイタリア人の亡くなる方、あるいは感染された方、それから日々奮闘しておられる医療関係者にとっては、酷な言い方かもしれませんが、中国の一帯一路にあまりにも深入りしすぎた結果だということだと思います。これはメディアとかでは事実上私が知る限り一切報じられてないんですが、結局一帯一路で何が起こったかというと、もちろん中国人の観光客が大量にイタリアを訪れたということもありますが、もう一つ重要な点は中国の労働者が退去してイタリアに入り込んだということですね。で、イタリアで中国の労働者を使ってイタリアの要するに比較製品、イタリアが世界に誇る革製品まで中国人がその生産に携わっていたわけですね。つまり移民労働者、中国人の移民労働者が退去してイタリアに入ってたということなんだ。そしてその労働者の方が、
春節に中国に戻って、でそこからイタリアに戻ってきて感染が広まったということですね。こういうことはしかしメディアは一切報じないんですね。でもちろんあのメディアも、我が国のメディアも含めて、中国に忖度してるんでしょうけれども、もうこれからは、いよいよそういう忖度ができなくなるといいますか、そういう事態になりつつあるというふうに思います。もうアメリカは先陣を切って、今回の問題の眼鏡といいますか、発祥地はもちろん、疑うことなく中国なんだ、なんですが、それを言うことがはばかれていた、そういう雰囲気に、風穴を開けたということですね。トランプ大統領が中国ウイルスだと言って、それに中国を反発して、また持ち込んだのはアメリカ軍だというようなことを言い始めましたが、これは語るに落ちたということではないかという気がいたします。で、中国の場合はこれは明らかになっておりますけれども、去年の秋10月頃ですよね、コロナのウイルスの感染が確認されたときにそれを隠蔽したわけですね。でこのことはもう疑う余地のない事実でありまして、隠蔽した結果、世界の対応が遅れたということで、この中国当局による隠蔽、初期の隠蔽はやはり私は世界に、拡散させる、世界にこの武漢ウイルスを拡散させる、元になったと、こう言わざるを得ないわけですね。だからその意味では、やや大げさに言えば、やはり中国は人類に対する罪を犯したとすら言えるんだと思います。その中国に、忖度する必要は毛頭ないわけでありまして、これから未だに日本の中ではまだ忖度している人もいますけれども、そういう人たちの正体がバレていくんだろうということになると思います。さすがに、自民党も安倍政権もそういう忖度に付き合ってはいられないというところに追い詰められているんだろうという気がいたします。それで私たちにとっては非常に残念なことではありましたけれども、オリンピックは最低でも延期ですね、1年の延期、もし、状況によっては中止ということすら排除できないと、そういう状況にもうすでに追い込まれて、おります。今日3月23日ですが、もうそれは誰の目に見ても明らかになっているわけですね。でこと今日に至るまで、それは関係者の方々は、まあ、非常に心を痛められたと思いますが、やはり日本は予定通りやるといって聖火のリレーまでやっていることは世界にどう映ったかということは、やはり少し考えておく必要があったんじゃないかという気がいたしております。世界が今日明日死ぬかもしれないという人たちを抱えながら、世界がこの武漢ウイルスと戦っている時に、オリンピックを予定通りやりますとか、オリンピックの聖火リレーをやりますという、そういう雰囲気ではなかったんだろうということですね。これも言うは安く、実際に現場におられる方のご苦労は察するにあまりあるんですが、しかしやはりそういう時に必要なのが、政府の危機管理能力だという気持ちがしてなりません。政治というものは酷なものですが、私自身が言うのも変ですけれども、やはり49人の人には泣いてもらわないといけないというのが政治ではあるわけですね。51を取るために49人の人には泣いてもらわざるを得ない。で危機管理っていうのはまさにそういうことであって、全員が満足することは、まあ政治の世界においてはもともとありませんけれども、危機管理においてはましてや、それが51対49ギリギリになる危険性もあるわけですね。そういう可能性もある。で日頃からやっぱりそういう訓練といいますかね、心構えをしておくっていうのが政治家の役目であろうという気が改めていたしました。いずれにいたしましても、今回の大きな問題の一つが、まあ、危機管理の問題だったわけですけれども、当初は残念ながら今も基本的にはそうですが、我が国の場合の対応はまだ保健衛生問題のレベルを大きくは超えていないということですね。ですから感染を防ぐためにどうするかということで、政府はその対策にかかりきりだったけれども、感染の元を閉じると
いうことに対してはゴテゴテに回ってしまっていると。で現在も完全に元は閉めてないわけですね。で、それはなぜそうだったかということはもう先ほど申し上げましたが、習近平主席の訪日にこだわった結果だと言われてもしようがないんだと思います。しようがないどころか明らかにそれは見て取れたわけですね。ですから、結局日本が、中国からの事実上 の、まあ、あの入国制限ですね、抜け穴だらけでしたけれども、それを発表したのがやっと3月5日なんですが、それは同時に習近平主席の訪日の延期を発表した日と同一な同じ日なわけですね。どう考えてもこの2つは関連しているわけです。だから中国のメンツを立てるために日本人の生命と健康を犠牲にしたと言われてもしょうがない、そういう状況であったことは非常に残念だと思います。いずれにいたしましても、グローバリズムというもの、今まで、今日まで世界を席巻した我が国の政治家経済界も含めて、そのなびいてきたグローバリズムがここで波が完全に押し止められた。で、政府はさまざまな景気対策を取って景気の回復を目指してますけれども、残念ながら回復することは私はないと思います。当面ないと思いますね。で今までのような形で例えば金融緩和あるいは財政出動によって景気を回復させるというその従来の政策ではですね、もうそういう意味では日本の経済といいますか、我々の経済というよりも我々の生活が良くなることはないんだろうという気が残念ながらしております。これは日本だけではなくて世界もそうだと思います。で、じゃあどうすればいいのかということにつきましては、後半に集中してお話ししたいと思いますが、我々はやはりこういう危機の時代にあっては、その何て言いますか、歴史に学ぶって言いますか、ね、で我々の先人の知恵に学ぶ必要があるわけなんですね。で、ところがその平成の世になってさまざまな自然災害が起こりました。阪神淡路大震災、それから、まあ、これは自然災害というよりもテロ事件ですが、オウムサリン事件で、それから普賢岳ですとかね、噴火もありましたし、それから先ほど申し上げました2011年の東日本大震災もありましたが、それぞれ我々は教訓が学べたはずなんですね。でもなかなかその教訓に学んでなかったということが今回の騒動を受けて改めてその認識されたんですね、残念なことに。でそれでもまだ日本が持ってるっていうのは、私はやっぱり日本はそれに耐えるきってはいけませんけども、本当にその日本というものは恵まれた国だなという気がしてならないわけです。で、今回、突然学校閉鎖になって親が大変だ、子どもの面倒を見なきゃ大変だということを言われましたけれども、大体その日々の生活においてさまざまな予期しない困難が生じることは当たり前のことなんですね。そもそもそういうのが想定しない生活態度こそ問題なわけですが、そうするとそういうことが起こるとすぐやれ保障だとか人のせいにする、あるいは政府のせいにする、周りの人のせいにするというのが残念ながら今回見られた多くの人々あるいはその関係者に見られた態度ですね。でこういう態度、我々はその、私はいつもピンチをチャンスにということを考えるべきだと申し上げておりますけれども、今回はピンチはピンチですが、しかしそれをピンチのままで終わらせてしまえば何も学んだことにならないわけです。したがってこれをチャンスに変えていく、これはそういう意味では千載一遇のチャンスだろうと、まさに千載一遇のチャンスですね。で一つは今申し上げましたように、今まで、例えば家庭教育というものは全ほとんどと言ってもいいぐらいですね、あまり、ほとんどと言ってもいいぐらい顧みられてこなかったわけですが、
これを機会に突然子どもが毎日、そばにいるということになったわけですね。だからそれは大変だという、それは子どもを見るために会社を休まなきゃならないから大変だというのが第一の反応だったんですけども、それは経済的な面からそういう、その大変さっていうのは理解できないことではありませんが、逆に考えれば子どもとの、この接触の時間が増えたということも言えるわけですね。でむしろ今まであまり子どもを学校に任せきりになってたと、子育ての重要な子育ての時期に来ている子どもたちを学校なりあるいは他人に任せきりだった、そういうことを少し反省してみる機会とすべきだと私は思います。もしそれができなければ今回はただピンチであって大変だ大変だで終わってしまう、あとは政府がどれだけ保障しているかで終わってしまうということになりかねないわけですね。で私は後半で詳しく申し上げようと思いますが、もう昔の生活は戻らないと、昔のような生活ですね、生活様式って言いますか、それにはもう戻ることはないと考えた方がいいと思います。で、でそれが具体的にどういうことかということは今後の世界情勢の動きも含めて、後半でお話申し上げたいと思います。私は中国共産党の一党支配というのはこれで終わるんだと思います。だから誰がまた支配するか分かりませんけれども、そういうふうになっていくんだろうとということになりますね。あるいはまあそういう意味をもう少しその別の角度から言えば、まさにこの行き過ぎたグローバリズムっていうか、中国がやってる共産党独裁政権の悪ですね、それをやっぱり神々はもう腹に据え替えたということだと思いますよ。だからこういうことが起こったんだというふうに、考えるべきなんでしょうね。だからもう本当に本来は我々がもっと早めに気づいてね、自浄作用って言いますかね、を発揮すべきだったんですけども、それができないとやっぱり天変地異によってそれをせざるを得なくなるっていうのが、意外に私はね歴史を見てみるとそういうことになってきてるんだという気がしてならないんですね。だからそういう時期だろうという気がします。でそういうのは突然やってくるんですね。誰も今年にそういうことになろうという想像し予測した人はほとんどいなかったと思うんですけどね。いや中国共産党、中国の経済がこう悪くなるとかね、そういうことは言えてもここまで大きく変動するっていう、そういうことまでは想像できなかったんだと。林原チャンネルのメールマガジン始まりました。馬淵大使は第4週目に登場、その人生観世界観についてたっぷり語っていただきました。ぜひご登録ください。お肌の調子が悪い、
冷え性に悩んでいる、便秘やおならが改善しない、そのお悩み、腸内環境の乱れが原因かもしれません。美容やダイエット成功への近道をはじめ、すっきりと健康的な生活を過ごすためには善玉菌の多い腸内環境へと整えることが非常に重要です。そこでおすすめなのが林原 LSI のフローランアルファ。フローランアルファはデンプン、糖の研究をはじめトレハロースなどの量産化により、世界的なバイオブランドを作り上げた林原啓司が開発したサプリメント。腸内の善玉菌を増やす乳糖下糖オリゴ糖をはじめ、冷えと巡りを改善するビタミン P、 皮髪などの成分を最も効果を発揮させる配合バランスで腸まで確実に届く特殊なカプセルに凝縮。有効成分の含有量にこだわっているから、1日たったの1粒で OK。 毎日の美容と健康に、夜寝る前に1粒お飲みいただくことをおすすめします。